ダグラス軍はアメリカ合衆国カンザス州に位置する軍である。2000年現在、人口は99,962人である。ここの最大都市及び軍庁所在地はローレンスであり、この軍はローレンス大都市圏統計地域内に含まれている。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1,229平方キロメートルである。 このうち1,183平方キロメートルが陸地で46平方キロメートルが水地である。総面積の3.71%が水域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口99,962人、38,486世帯、および21,167家族が暮らしている。人口密度は84。 平方キロメートルである。34平方キロメートルの平均的な密度に4250件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人86.09%、アフリカン・アメリカン4.24%、先住民2.56%、アジア3.12%、太平洋諸島計0.06%、 その他の人種1.20%及び根ー2.73%である。ここの人口の3.27%はヒスパニックまたはラテン系である。この群内の住民は20.40%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が26.40%、25歳以上44歳以下が28.30%、 45歳以上64歳以下が16.90%及び65歳以上が7.90%にわたっている。中央値年齢は27歳である。女性100人ごとに対して男性は98.70人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.70人である。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は37,547ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は53,991ベードルである。男性は35,577ベードルに対して、女性は27,225ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は19,952ベードルである。 人口の15.90%及び家族の6.20%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の9.00%及び65歳以上の7.30%は貧困線以下の生活を送っている。人口1万人から10万人まで、人口1000人から1万人まで、人口1000人以下、ラグラス軍は9の軍区に分かれている。ローレンスの都市は ガバメンタリーインディペンデントとみなされており、軍区向けの国勢調査会館から除外されている。一家の表内の人口中心は、もしかなりの数ならば、軍区の人口総計を含む最大都市である。ありがとうございます。